サムラジコのことです。今日はですね、今久慈浜海岸に来ました。はい、こんな感じですね。今日はすごくいい天気ですね。はい、ではですね、今日も、久慈浜海岸シリーズということでね、お話をしていきましょう。はい、ちょっとこんな感じですかね。はい、今日はですね、講義がなくですね、久しぶりにね、ちょっと昼飯からね、海の方に来まして、ね、で、先ほどね、漫画を、ちょっと読みましてね、こちらのね、下道の歌っちゅうやつですけどね、ちょっと片手だぞ。下道の歌っていうね、9巻目ですね、最新巻がレンタルされてましたからね、こちらの方をさっきね、読んでいました、ね、で、あとですね、まあこれはさっきじゃないですけどね、昨日の夜借りてきたんですけど、ね、こちら彼岸島ですね、の最新巻と、あとですね、こちら無法島っていうんですかね、こちらの、まあ、最新刊というかね、これ初めて出てきたんですかね、そういう漫画をね、読んで、おりました、ね、で、こちらをね、まあ、ちょっと読みながら、今日はですね、まあ、ボケと、まあ、戦略日ですかね、戦略をね立てる日ということで、ちょっとね、ボケと夢を見ながらしておりますね。で、明日からね、まあ、土日はですね、二所勃起2級の講座とですね、前傾勃起2級の講座が土日でありますからね、それの、講義の予習研究ですね、まあ、それも終わりまして、今日は中日ということでね、ちょっとゆっくりと休んでおりますね。ただね、こう休んでる間もですね、なんていうんですかね、こう、まあ、ぶっちゃけね、今現在でしょ、今現状ね、はそんなにね、こう商売が、なんていうかね、こう、まあ、うまくいってるっていうかね、そんなにこう、まずいという状態ではないですからね、まあ、一応安心という状態ではあるんですけど、ただね、ちょっと今までの経験上、ね、これ商売の16年僕やってますけど、経験上ですね、ここでね、ちょっとあの安住してしまうとですね、一寸先は闇なんで、事業者はね、僕なんかほんと数ヶ月前はね、もう全然仕事ゼロでしたからね、簿記の講師のね、という状態だったんで、そういう状態も経験しましたしね、まあ、いっぱい経験しましたね、この状態っていうのはね、本当に仕事ゼロっていう状況はね、16年でどうだろう、なんかありましたかね、まあ、10回はないにしてもね、それに近い状態でね、仕事ゼロもしくはゼロになるということをですね、経験してきましたね、完全歩合制の固定給なしですから、自営業者はね、はい、という中でね、まあ、大体のこう、まあ、原因があるんですけどね、まあ、どうしようもない原因もあるんですけどね、あの大地震とかね、東日本大震災とかね、あとリーマンショックとかね、そういったちょっと自分ではコントロールできないというね、外部要因でですね、仕事がゼロになるっていう時もありましたね、それはまあ、ある程度しょうがないということではあるんですけどね、ただね、こう内部要因ね、つまり自分自身の問題ですよね、自分自身のまあやり方であったり考え方であったりですね、経営に対するね、商売に対するそういったものですね、のが原因で、仕事がゼロになるっていうのもありましたしね、つかそっちの方が多いですね、どっちかっていうとね、外部要因というよりね、全て自己責任ですから、商売なんかね、売り上げ上がらないのは誰のせいでもないですからね、社長自身の僕自身の責任ですからね、そういった意味でね、内部要因が非常に大きいと思うんですよ、ね、でその中でね、まあ、振り返ってみますとね、こういわゆる調子がいい時、つまり売り上げがですね上がってる、もしくは安定してる時にですね、次の手を打ってないというのがね、すごく大きいんですよね、打ってなかったっていうのはね、すごく大きいんですよ。だからね、今までのまあ経営のですね、16年間振り返ってみてもですね、
大体こうおだぶずになってる時っていうのはね、こう調子のいい時に何の手も打たずにね、それで安住してしまってですね、で、ボケっとしてる、まあ調子に乗ってる間にですね、まあ仕事がなくなっていきね、で、いつの間にかね大ピンチになってるという、そういったケースですよね。それがすごく多かったんですよ。うん、だからね、今回からはですね、まあ、気づくの遅いんですけど、今回からはね、もうちょっとね、調子のいいですね、つまり売り上げ安定、継続しているこの今の時期ですよね、うん、この時にね、ちょっと次の手をもう打っておこうと、本当にね、まじまじと今思ってるんですよ。うん、ね、まあ、その打つ手ですけどね、それが当たるかどうかももちろん分かんないですしね、うん、まあ、やってみないと分かんないんですけど、うん、でもね、一つだけ確実に言えることはね、調子のいい時ですね、その時にもう次の準備しておかないとね、これはまずいなというのはですね、これはもう一つの真実ですよね。うん、それをね、今回からはですね、ちょっとやっていこうと思うんですよね、本気で。うん、だからね、こうなかなか調子いい時ってですね、こうエンジンがこう回りづらいんですよ。うん、安心しきっちゃってからなんですよね、今ね。うん、要するにね、お金がこう回る状態っていうのは非常にこうエンジンがかかりづらいんですよね。うん、どっちかちょっとね、こう削り火がついてる方がエンジンってかかりやすいんですよね。なんとかせなあかんっつってね、やりますからね。うん、でもね、それをね、こうなんとかせなあかんっていうね、こう削り火がつくっていうところまではいかないんですけど、でもね、次の手をですね、打っておこうと、うん、今回の人生からはね、うん、と思いましたね。うん、僕もね、まあ、そろそろ50歳ですからね、あと 2,3 年したらもう50歳なんですよ。うん、ね、まあ、自分が50歳になるなんてね、僕は20代の時は全くイメージできなかったんですけど、まあ、なっちゃいましたね。なっちゃいますね。40代の時もそうでしたけどね、自分が20代の時にね、40歳、俺40歳になるのかなみたいなね、どんな40歳なんだろうって、ね、全く想像つかなかったんですけどね、今40もそれが終わりになりかけてるっていうね、人生早いですよね、ほんと早いですよね。うん、だからね、昨日なんかもですね、まあ、約1年ぐらい前にね、こう亡くなってしまったね、病気で亡くなってしまった、自分の元塾生ね、まあ、モデルの方なんですけどね、塾生の方がね、亡くなってしまったんですけど、ちょうどね1年ぐらい前、亡くなる去年亡くなっちゃったんですけどね、その、うん、亡くなる2週間ぐらい前ですかにね、ちょっと動画を、ライブ配信でねスタートされてましてね、で、それが最後の動画、十何本か上げてですかね、お亡くなりになったんですけどね、それを昨日もちょっと見てましてね、うん、もう言ってたんですよね、もういつ死ぬか分かんないしっつってね、うん、だからもうやりたいことやるということでね、おっしゃってたんですよ、ね、で亡くなった後にもですね、僕はその動画何回も見させていただいてね、うん、本当にこう亡くなった後で言うのもなんですけど、やっぱ言葉の重みが全然違うんですよね、その方の動画今も残ってますね、死後でもね YouTube、うん、残ってるんですね、うん、まあ、ブログも残ってますし、その方本もね書かれてましたからね、本も僕サインもらって、もちろん本棚にありますから、ずっとね今でもね、本当にこうね、本読んだり動画見たりしてね勇気づけられているんですけど、ね、こうなんちゅうのかな、うん、やっぱこう重みがありましたね、その昨日も聞いててね、もう何回もね、こうね繰り返し再生しちゃいましたもんね、うん、こういつ死ぬか分かんないからっつってね、いうシーンがあるんですよ、その方が言ってる言葉ね、死ぬ1ヶ月ぐらい前の動画なんですけどね、うん、それを何回も何回もちょっと見直しましてね、巻き戻し巻き戻してね、その一部分だけね、うん、やっぱりああそうだよねと、うん、やっぱいつ人間いつ死ぬか本当にわからないから、うん、あんなに元気だった人がね、うん、そうね、ガーッと2週間でね、もうわかるんですよ、痩せていくんです、どんどんね、うん、
その動画が最後終わるのがね、去年の7月の確か7日か8日ぐらいかな、6日かなに終わるんですけどね、最後の動画がね、6月の終わりぐらいからスタートされたんですよ。うん、で15本ぐらい上げてから、ね、明日セミナーですっていう動画で最後終わったんですけど、その後多分ね、ご病気が悪化されてね、多分お亡くなりになった7月の下旬ですかね、去年のお亡くなりになったんですよ。ね、でその方のね、動画、実はね、僕の塾生さんでしたからね、簿記の塾生じゃないんですけどね、戦略社長塾っていうね、ランチェスター、竹田ランチェスターをですね、教えさせていただいた、塾生だったんですよ。うん、ね、わざわざね、当時は東京に住まれてましたから、その方はね、東京から茨城のね、うちの塾まで、通われたんですね。他にね、もう二人方、お二人の方がね、一緒に参加されてた社長塾だったんですけどね、全部で4回、ね、社長塾だったんですけどね、すっごくこう、楽しかったですね、本当に楽しかった。ね、その社長塾、初めて僕が社長塾やった時の生徒さんなんですけどね、楽しかったですね。もうセミナー講師に、ね、なりたいっていうふうに当時ね、おっしゃってたんで、じゃあうちのね、社長塾で、じゃあプチ講演やりましょうかっつってね、うちの塾生いますから、まあ、当時まだね、簿記の塾生が結構ね、集団でいらっしゃってましたからね、その塾生がいっぱいいるんで、じゃあその塾生に対してですね、得意なテーマでお話してくださいっつってね、それをちょっとじゃあ社長塾の一環として やりましょうみたいなね、感じでね、やってたりですね、したんですよ。まあ、昨日もね、その動画もちょっとまた懐かしいなと思いながらね、見てたんですけどね、そういったものをこう、なんていうんですかね、見てる中でね、まあ、僕も本当にこういつ死ぬか分かんないですしね、まあ、僕はね、まだ今全然病気じゃないんですけど、ね、でも分かんないですからね、本当にね、だからね、やっぱりこういつ死んでもね、悔いがないように、やっぱりやりたいこと、ね、をやりっていこうと、で、もちろんね、今のね、平日、土日、どっちもワンツーマンが中心で、仕事をやってるんですが、簿記のね、3級、2級です。ワンツーマンで教えるっていうね、やってるんですけども、ね、それも全然、不幸じゃないですしね、まあ、僕が好きな仕事ですからね、だから幸せではあるんですが、ただね、やっぱこう、前のね、九邪魔海岸シーズンの動画でも言ったんですけど、僕全国公演もやりたいんですよね。だからね、こう集団ね、1対多数の集団の講師っていうの大好きなんで、ね、だからそれもやっぱちょっとやっていきたいんですよね。だからね、それをね、ちょっと、今のうちからね、ちょっと打開策を打っておいてですね、で4月になったらね、来年の4月ぐらいからは、まあ、週1、もしくは週2ぐらいですかね。まあ、白州でもいいかな。そういったね、全国公演。まあ、簿記の入門の入門であったり、まあ、インボイスであったりですね。あと、消費税廃止、とかね。まあ、僕が喋れるテーマ。まあ、簿記の入門の入門がね、一番得意ですから。そのテーマが多くなるとは思うんですけどね。まあ、今までも何回も実はやってますしね。実はがね、やってますから。入門の入門のセミナーとか公演はね、全国でね。やってますんで、ただ本数があまりにも少ないんですよね、僕の中ではね。なのでね、公演というね、単発の公演というやつではすごく少ないんで、そうですね、やっぱ週1回年間で50本ぐらいのね、公演ができれば僕は本当にこう、なんつうのかな、大満足というかね、100本とかね、150分とかやってたんですけど、講演じゃなくてね、研修はやってました。専門学校でね、去年までは僕、やってましたからね、毎週、ね、月、火、そして去年は水、金も行ってましたからね、週4日間なんですよ。ね、週4日間、ね、しかもね、朝9時40分からね、4時半まで、5時までですからね、専門学校の場合は、ね、6時間なんですよ。ね、6時間喋りっぱなし、立ちっぱなしですよ。ね、その週4日僕やってましたから、去年までね。ただね、体力的にね、まあ無理なんですよね。そういう風にやっていくのはね、もうね、ちょっと50万に
になりましてね、うん、30代の前半とかね、半ばぐらいまではまだ良かったんですよ。1日僕9時間喋ってましたからね、毎日しかもね、平日のね月曜日から金曜日までですね、毎日、うん、朝約9時いいからですね、4時まで喋って、で、その後ですね、6時半、もしくは6時からですね、10時ぐらいまで、夜の講座でね、喋って、で、寝て、で、また次の日も朝9時からね、夜の10時まで、喋りっぱなし、立ちっぱなしっていうのをね、ずっとやってましたからね。うん、で、土曜日もやってましたね。土曜日もやってました。で、日曜日もね、日曜日は講座なかったんですけど、でも日曜日レジュメ作りなんですよ。ね、で当時僕は手書きでしたから全部パソコン全く使えなかったんで、ね、手書きのレジュメをね、1週間分作るんですよ日曜日に、ね、だから朝から晩までね日曜日はレジュメ作りなんですよずっと。しかも手書きです、ね、うん、で当時教室もなかったんで、コンビニに行ってコピーしたんですよコンビニに行ってねコピーしてやってるっていうね、そんな感じで、まあ、呼ばれていくっていうねスタイルの講師でしたけどね、それをね1日ね9時間毎日でした。うん、33とか4歳の時に、うん、あれはだね、よくできたなと、うん、ね、だからある時ね、こう飯食いながらですね、焼きそば食いながらね、寝ちゃったんですよ、カッとね、記憶が飛んじゃったんですよ、ゴーンとね、うん、そう、で後ろにいた母親にね、起こされてね、あ、今寝ちゃったみたいなね。感じでね、焼きそばにねこっかーって顔うずめて俺寝てたんですよ1分ぐらい、ね、うん、ラーメンだったら覚えてますよね、 ねラーメンで溺れるみたいなね、そんな忙しさだったんですよね30代の半ばぐらいに、うん、であの時にも思ったんですよね、あ、これちょっとね簿記検定向けの講座ねの講師、全然嫌いじゃないんですよ、全然嫌いじゃないし好きなんですけど、今でも好きなんですけど、ただこれをずっと俺は40、50、60になってもやれるのかと、うん、体力的な問題でね、うん、いやこれ無理だなと、うん、絶対この働き方は絶対無理だこれと思ったんですよ40、50の時になったらね、うん、だからね、ちょっと30代の今のうちからね、ちょっとどうすっかなって考えて、よし公園の方に行こうというふうに決断したんですよね。それが39歳の時だったんですよ、産休ですね、清水秀夫先生っていう先生と、コラボ公演ね、2011年の12月4日にですね、コラボ公演させていただいたんですけど、それがきっかけだったんですよね、うん、で全国公演会ならぞっつってね、の実際の一方なんですよね、うん、で、まあ決断したのはね、心に決めたのはその前にね、坂井敏夫さんというね僕の尊敬する全国講演家の方がいらっしゃるんですけど、その方のね講演を山形県の方にね見に行って、で決断しましたね、日本海に向かってね、よし俺も全国講演家になるぞってね、でっかい声で喋ってきましたね、うん、あれが決断のきっかけでね、でそっからね、まあ大地震とかいろいろあって大変な時期があったんですけどね、でもうん、よし全国講演家になるぞって決めたのが2011年のそのね12月4日の清水秀夫先生とのコラボ公演だったんですね、うん、そうあれからですね、そうでも右往左往してね、ちょっと一時期やっぱ俺無理かなっていうふうに思ったのが4年ぐらい前に思ってね、専門学校の講師に行っちゃったんですけど、でもねやっぱり、ね専門学校の講師自体はね全然クビになってないんです僕ね、自分から辞めたんです、うん、依頼は来てましたけどね、いや、俺やっぱちょっとね、ここで楽な道に行っちゃうとね、まあ、楽っつうかね、こう今までの延長っていう感じで、30代と同じような、20代、30代と同じような仕事スタイルで行ったら、こう絶対潰れるんだというふうに思ったんでね、もう決断しましたね。よし、もう、うん、チーズはどこにあるかっていう、ま、本で言うとですね、チーズを探しに行きましたね。それが今年の4月だったんですよ。うん、そう。で、それからね、ちょっといろんな右往左往して、ありましたけどね、うん、でもやっぱちょっと一旦とりあえず今の時点で戻ってきて、簿記の講師ですよね、それで今飯を食ってる状態なんですけど、やっぱりねここでずっと続けてしまうとですね、また同じようなことを繰り返してしまうんでね、今度こそはねちょっと本気で、うん、もうちょっと全国公演かね、なれるかどうか分かんないけど、まあ、いつ死ぬかも分かんないし、ね、ちょっともう後悔しないようにですね、もう本気で狙おうと目指そうと
いうふうにね、ちょっと決めましたね。だからね、そういった決断でね、ちょっとこれからもね、行こうというふうに思いますね。だからね、ちょっと今のうちからですね、ちょっと手を打っておいて、何をしていいかちょっと分かんないんですけど、ね、はっきり言って、ね、こういろいろね、まあ、ホームページ作ったり、チラシをばらまいていったり、会場に行ってし、ね、セミナー担当者と知り合いになったりとかですね、まあ、いろんな方法をちょっとやってるんですけどね、まあ、正直分かんないんですよね。そう。でもね、その分かんない中でね、まあ、なんとかしてね、多分今暗闇だと思うんですよ。ね、チーズはどこに消えたっていうね、スペンサー・ジョンソンだったなっていう人が書いた本、絵本ね、絵本じゃねえ、90何ページかの本がありますけど、あれをね、ちょっと読み返しますとね、やっぱりね、こう、動けなくなっちゃった状態でいましたね、僕ね、4年間はね。ヘムっていう、確か登場人物かな。こう変化を恐れちゃってね、動けなくなっちゃうみたいなね。もともと僕ヘムじゃないんですけどね。どっちかちょっとこうスカラーとかね、プー、あの、ホー、ヘイだったか忘れちゃった。こうネズミね、僕ネズミとしてですね。どんどん行っちゃうタイプなんですけど。ちょっとね、なんか、そうですね、40半ばぐらいからなんか守りに入っちゃいましたね。現状維持、守りっていうかね、現状維持。でもね、現状維持っていうのはやっぱこっちっちゃってんですよね、どんどんね。だからね、こういろいろ考えましてね。そう、やっぱりね、自分が活躍できるっていうか、ね、こう、なんていうんですかね、自分が、こうね、人の役に立てる場所ですよね。それが一番、いいのはやっぱ簿記の講師かなと。で、簿記の講師は講師としてやるんだけども、ね、うちの今、侍塾でやってる、まあ、マンツーマン講座でももちろんいいんだけども、ね、まあ、土日はね、多分、公演って基本的にないんで、ね、土日は多分引き続きね、ワンツーマン講座で行くとは思うんですけど、ね、平日ですね。平日、ここね、この平日の部分をですね、公演の方に、ちょっと移していこうかなと、いうふうにですね、今、強く思うようになってきましたね。ということでね、まあ、社長のためのね、簿記講座で僕は行こう、簿記セミナー、簿記講演で行こうと思ってますけどね。一番得意ですし、まあ、今すぐやれって言われてもすぐできますから。ね、簿記の入門の入門、社長向けのね、2時間、何回もやってますしね、講演の実績もありますから、そっちの方でどんどん行こうとは思ってるんですが、テーマはね、もうそれで行こうとは思ってるんですけど、あとはですね、どういうふうにしてこう、講演、先を見つけるかですね。そこですね。ほんとそこなんですよ。ね。いっぱいね、いる。見込み客の中からですね。いかにして、いっぱいいる見込み客っていうか、いっぱいいるね。潜在的な顧客の中からですね。いかに自分を発見してもらうか。そこですよね。で、一回もうマイク持たせてもらったら負けませんから、僕はっきり言って。ね。絶対負けない自信あります。他の簿記講師より。ね。これはもうずっとね、講師としては僕23歳からやってますんでね、一応プロとして23歳からやってますんで、もう20何年やってるやろ、今度48なんで25年ですか、講師経験は25年ですね。で、大体年間でいきますとね、まあ、専門学校のね、講師とか全部ひっくるめますと、そうやな、年間、まあ、200本300本ぐらいはやってましたから、ずっとコンスタントにね。だから自信もありますし、ね。で、さらに時間数で言ったらどうでしょう。喋った時間数。まあ、多分、軽く1万時間超えてますね。もうそれは確実に言ってますね。簿記の講義ね。とか、セミナーの時間数ですけど、どうだろう。3万時間ぐらい喋ってんすかね。全部で。今までトータルすると。だからですね、やっぱ場数的にはですね。もうずっと踏んでますしね、まあ、どっちかというと研修が得意なんですよね、多分ね、僕は。得意というか、研修ばっかり、研修スタイルですね。だから、同じ人をずっと教えていくっていうスタイルに慣れてますから、多分企業研修とかね、そういう方に多分合ってんじゃないかなと、合ってるっていうか、向いてるっていうかね、
多分今までやってきた経験からいくと合ってるような気がするんですよ。どっちかというとね、あの単発のね2時間の公演もありますけど、あれもやったことありますけどね、うん、どうでしょうね、うん、やっぱ研修の方が合ってるのかな。まあ簿記っていうね、科目テーマの性質もありますけどね、簿記2時間でなかなか伝えられませんからね、うん、やっぱどうしても1週間とかね1ヶ月とかかけてね、定期的に、やっぱお話をしていかないとね、簿記っていうのは、身につく学問じゃありませんからね、あの基本ところのところまでもね、だから、うん、そうですね、3級講座なんかね、例えば僕の3級講座なんかでいきますとね、だいたい 2.5 時間かける14回ですかね、うん、がだいたい3級のに、簿記3級ですねが取れるという、合格できるっていうレベルまでのコマ数なんですよ。 2.5 時間かける14回ですね、うん、2級になるとその倍なんですよ、大体ね、うん、で1級になるとその4倍、5倍なんですよ、うん、でそれをずっとやりますから、年間通じてね、僕の場合は。そうだからね、やっぱ研修っていうのが合ってんすかね、うん、ちょっと分かんないですけど自分では、うん、単発の講演、そうですね、まあアンケートね、あの悪かったことは基本的にないんで、アンケート結果はね、まあ、良好なんですよ、まあ、自分で言うのなんですけどね、うん、多分それはどうでしょうね、うん、やっぱりこうどうなんでしょうかね、あの人気公演、人気なんですか、いっぱいね公演の件数が入ってるっていう人の公演も何回か聞きに行ったことありますけど、まあ、ものすごい人もねもちろんいっぱいいますし、あすごいなと素直に思う方もいるんですけど、そうじゃない方もいるんですよね、うん、要するに、ギリギリに来てね、喋ってで一箇所にずっと立ちっぱなしで何も置かないでね、なんだプレゼンターか、プレゼンターでクラクションで、ね、画像だけですよね。だから本人見えないんですよ、講師が見えないんですよ。で映画見てる感じですけどね、映画っていうのは悪い意味での映画ねあの真っ暗になっちゃうんで、だから眠くなって多分寝てるんですよみんなね、うん、そうほとんど聞いてないんですよ、うん、そうっていう公演がね、この間、ちょっとどことはもちろん言いませんけど、公演を聞きに行ってね、これでいいのみたいなね。で、2時間ずっとその人喋りっぱなしで喋って、で、ね、講義が終わったら、あのセミナーが終わったらね、さーっとみんな帰っていっちゃうみたいなね。名刺交換しに行く人も一人もいなかった。まあ僕は行ったんですけど、うん、一人もいねえみたいなね。そんな感じで、これで人気講師なんですかこれみたいなね。うん、思ったんですよ。うん、申し訳ないですけどね。そう。で、これだと俺だった方がいいなって思っちゃったんですけどね。うん。まあ実は俺も喋れたテーマだったんで、それはね。うん。軽減税率のセミナーだったんですけど。うん。いや俺がインボイス喋った方がいいよみたいなね。思っちゃったんですよ。正直。で、それでもね、もう週に何回もやってる方なんですよね。びっくりしましたね。まあ、ぶっちゃけです。これでいいのかと。でもこれじゃね、中小企業の社長がね、インボイスの命も出てきませんでしたからね。うん。あ、今出てきたか。数秒ですよ。インボイスのこと喋ったのね。2時間のセミナーの中でね。いいのかと、これ。ね。イートインが何パーだっけの、なんだっけのってね。あの、くだらねえとこですよ。くだらねえとこなんかどうでもいいやろと。もっと大事な話あるでしょうよ。で、インボイスなんですよ。中小企業の社長にとったね。そう。なんでインボイスもっと喋んねえんだと。いうのでね、ちょっと僕は思っちゃったんですよね。だからね、なんつうのかな。自分もやりたいってのもあるでしょ。講演家になって、そういうのね、インボイスを伝えたいってなんですけど、やっぱ気持ちとして、講演家になっていっぱいお金稼ぎたいってのはありますよ。もちろんありますからね。僕は商売人ですからありますけど、ただ、ね、僕が喋ってね、インボイス。うん。そして、なんていうんですかね、やる気をね、出してもらったり、気づいてもらったり、ね、参加者のね、社長とかに、もしくは経営幹部、あとはね、お店の方、ね、自営業者の方にですね、僕のインボイスのですね、説明をきっかけにして、ああ、そういうことなんや、つってね、うん、動いていただく、きっかけを与える。ね、そういったのはね、多分ね、2時間の中でもできるし、こうやる気にバーッとね火をつけるっ
ていう講演はできるんで、いつもやってるんで、僕それ簿記の講座で、ね、うん、だからそれをですね、ちょっと別な世界でね活用させていきたいなというのがですね、本当にこうふつふつと思ってるんですよ。うん、ね、まあここで謙遜してもしょうがないですからですけどね、うん、俺だとできると思ってるんですよ。マイク持たしたらね、もっとガーンとね、うん、あの笑い取ることは僕は上手くないんで、ね、面白い、どうだろう、面白かったっていう講演セミナーは多分僕はできないと自分では思ってるんですけど、でもやる気が出たとかね、あ、きっかけになった、あ、そうだったんだみたいな、じゃあ頑張ろうみたいな、明日からやろうみたいな、今からやろうみたいなね、そういう風にこう思っていただくきっかけを作るのは正直うまいと思ってます。ずっとそれでやってきましたから、25年間ね。で、簿記の合格者ね、二所簿記1級なんて合格率 10% の前後ですからね。そういった試験とか、あと税理士とか会計士ね、まあ、全科目じゃないですけど、教えたのはね、全科目じゃないですけど、税理士とかね、会計士にこうね、なるきっかけを、与えるようなね、やる気とか、そういったトークは、それで鍛えてきましたんでね、うん。だからね、それをね、やっぱ活用できるっていうのだったら、やっぱ講演、講師家かなと思うんですよね。うん、だからね、うん、まあ、僕もやりたいし、多分社会にとっても役に立つんですよ、僕が講演やったら。ね。こんな言い方どうか知りませんけどね。うん。いいかどうか分かりませんけど、でもね、なんか心の底からそう思っちゃうんですよ。うん。まあ、僕自身がマネージャーみたいなもんですよね。うん。でも僕自身がマネージャーで、で、僕のことをマネージしていかないと、ね、自分自身が、ね、すごいと思ってないと、ね、いい講演できないっすよね。うん、多分一番あの、ね、人気講師とか、あとね、売れてる講師とかって、多分ですね、自分のこと一番の講師だと思ってるはずなんですよ、みんな、それぞれね。うん、でもそれでいいと思うんですよね。そうじゃないと、いい講演とかセミナーできないですもんね。うん、私なんかみたいなね。私なんかとんでもないです。全然ダメですみたいな感じの講師、誰が聞くんですかってことですよね。うん、だからね、うん、だから簿記の講師とかやってる時も言っちゃいますもん、うん、思わずね、うん、そう、なんかね、いろいろこう落ち込んでたり、大丈夫かな、受かるかなってね、不安になってる塾生とかいたらね、大丈夫だ、誰に教わってと思ってんだみたいな感じで言っちゃいますもん、僕は。ね、うん、俺がいるんだからつって、ね、うん、俺がいるんだからガタガタ騒ぐなみたいなね、そんな感じで、まあ、そういう言い方しませんけど、うん、でも心情的にはそんな感じですよ、うん、俺がいいんだから、俺の簿記のプロがいいんだから、ガタガタしなくても大丈夫だ、うがっからみたいな感じで言っちゃうし、言わなかったとしてもそういう雰囲気を出しちゃうんですよね、うん、でもだからこそね、まあ、リピートしてくれる方が多いのかなっていう感じはするんですけどね、うん、まあ相性もありますけどね、うん、相性、僕とね、相性がいい人しか来ませんから、基本的にね、うん、というところでね、うん、今回ちょっとなんか30分超えちゃってますけどね。ね、ちょっと手がしびれてきちゃって、あれですけど、あ、そっか、ここのカメラで映ってるね、やっぱりね。なるほどね。こういうのもやってるうちに分かってきましたね。はい、ということでね、ちょっと何の話をしてたか今日はちょっと分かんなくなっちゃいましたけど、ね、まあ、うん、これからね、あ、そっかそっか、ね、講演家。うん、ですね、平日の方は講演家の方もちょっとね、今のうちから本腰を入れてですね、さらに準備をしていき、で、全国講演家になれるかどうか分かりませんけど、まあなれると思ってます、僕はね、うん、マイクも出したら負けませんから、うん、簿記に関してですけどね、簿記のテーマに関して、簿記の入門の入門、ね、社長のための簿記の入門の入門、負けません、うん、誰にも負けない、アンケート結果もね、100% 良好、うん、今までもそうだったし、これからもできます、ね、うん、だからね、僕がインボイスとかお話をさせていただいたらね、ドカーンと、ね、やる気を出させることもできるし、うん、実際出たしね、この間
の一軒、洋菓子ね、協会さんでお話しさせていただいたとき、出ましたしね。うん。だからね、そこは、僕も自分のことを信じて、やっていきたいと思いますね。うん。どう思いますか？やりますね。うん。で、そのためのね、ちょっとまた、最近ちょっと太っちゃってしまったんで、またね、ちょっとダイエット今、昨日からスタートしたんですけど、うん。またね、体調なんかもね、管理していきながらね、うん。講演会だったらやっぱ体力使いますからね、うん。動きますからね。今はちょっとワンツーマンなので、座って喋ってるんでね。体力的には少し楽なんですよ。まあ、喉とかね、声ですよね。こっちの方が告知はしてますけど、告知ね、してますけど、うん、動き回るってことはしないんで、ワンツーマンの場合はね。動き回ったら鬱陶しいですもんね。ワンツーマンでやった時ね。うん。だからそういうことはしないんですけど、でも講演とかね、集団、セミナー、講師になったら動きますから、ぐる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 ね。うん。僕はね、基本的に喋りだけでやる講師なんでね、パワーポイントとか使えませんから、僕はね。パソコン、ファミコンしかできませんからね。うん。だから僕は動き回る講師なんで、ね、うん。体力も必要なんでね。もうそろそろ50歳になってね、なかなか20代みたいな体力がもうないですからね。でも維持していかないとね、公演として、開発としてずっとできませんから、そんな感じで、体調管理もね、しっかりとしていこうというふうに思います。はい、ということでね、今日はちょっといつもより2倍ぐらいね、ちょっと話しちゃったんですけど、こんな感じでね、全国公演か、平日のね、全国公演か、週1回、もしくは週2回の公演かを目指してね、ちょっとまた、本腰入れて、頑張っていこうと思います。はい、大丈夫です。